春日井康夫は、日本の国土交通技官、工学者、工学博士、九州大学大学院工学研究院教授や、国土交通省国土技術、政策総合研究所副所長を務めた、産学館連携功労者表彰国土、交通大臣賞受賞、愛知県出身、1982年名古屋工業、 大学工学部土木工学科卒業、運輸省入省。広島港湾空港整備事務所長、国土交通省航空局空港部技術企画課、建設国際業務室長、名古屋港湾事務所長、国土交通省中部地方整備局、港湾空港部長、九州大学大学院工学研究院、海域港湾環境防災共同研究部門教授、 独立行政法人港湾空港技術研究所、統括研究官等を経て、2015年国土交通省国土技術政策総合研究所副所長。2016年国土交通省港湾局付、同年退官し、後一般財団法人沿岸技術研究センター専務理事、港湾空間における環境ターミナルシステム技術の開発により、全校企み。 江頭和彦らとともに、山岳館連携功労者表彰国土、交通大臣賞受賞。空港土木施設に対する地震時の液状化対策の適用に関する研究により、九州大学博士。ABE1 台風50年、沿岸防災シンポジウム国土交通省、法案の資本費と維持管理費の上昇要因の分析と今後の展望を沿岸域が区解し、 ボリューム26ナンバーワン、ピアニッシモ、53から65国土交通省、人事移動日本海地新聞2008年8月1日デリーバーン3面、三河高校案計画検討委員会委員及び、漢字名簿愛知県 AB、第12回産学館連携功労者表彰の受賞者について、九州大学、国土交通省、 人事異動日本海事新聞2015年4月1日デイリー版2面国総研、副所長、春ス康イヤスオインタビュー4、一公安新聞国土交通省、人事異動日本海事新聞2016年9月26日デイリー版2面、海洋、公安構造物維持管理士会第14回講演会の、ご案内沿岸技術研究センター九州大学。 博士おつだ8443号2012年3月27日ありがとうございます。